基門を通過する選手回転はスキー競技またはスノーボード競技のアルペン種目の一つであるスラロームと呼ばれたり SL と略されるバイク、車などに使われるスラロームと同じでジグザグの意味であるここではスキー競技の回転について解説する回転はアルペンスキー種目の中でも最も基門の間隔が狭い種目である それだけに素早く正確なターン技術が要求されるため、格好、スーパー大回転の高速系、スピード系種目に対して、回転と大回転は技術系種目と呼ばれる。コースや用具の革新によって技術が目まぐるしく変化してきた種目でもある。疑問に使われるスラロームポールが従来からのリジットポールからフレックスポールに変化したことと、 使われるスキー板にカービングスキーが導入されたことで、現在の選手の滑走技術はいかにターニングポールに近づいて最も短距離に滑走し、かつタイムを短縮するかという方向性を極めようとしている。しかし、それによってスキー板がターニングポールに極めて近い場所を通るため、世界のトップ選手ですら疑問普通化を起こす確率が高い。 コースの設定や設備は規定によりそれぞれ次の通りとなっている。アルペン競技で基本に使われるポールはスラロームポールと称されていてリジットポールとフレックスポールの2種類があり直径はそれぞれ2 0ト、mm、ルから3 2ト、mm、ルと定められている。その中でも直径2 5ト、mm、ルから2 8 9ト、mm、ルの 軽量なフレックススラロームポールを使うことが望ましい。初期のスラロームポールは細い竹にプラスチックコーティングしたものが使われ、その後プラスチック製のスラロームポールが導入される。当初のものはただ硬くて雪面に差し込むだけのリジットポールであり、選手がターニングポールに当たると雪面から抜けてしまうことが当たり前であり、ポール自体も硬いために選手が怪我をするケースもあった。 そのため80年代半ば頃に構造がネジ部分とポール本体の間がスプリングでできていてポール自体も柔軟性に富んだフレックスポールが登場し現在の主流となっているリジットポールについては破片にならない素材であることが定められているためプラスチック以外にも古くからの素材である竹の仕様が現在も認められているリジットポールの長さは折衷に差し込んだ時に 雪面から1.8メートル出る長さと定められている。その関係で雪面に刺す部分の長さは30センチメートル取られていることが多い。標高差基門規則上ではターニングポールはすべてフレックスポールを使用すると定めている。基門配置をコンビネーションとする場合はすべてフレックスポールとなる。アウトサイドポールについてはリジットポールでも良い。基本はそれらのポールを使って 赤と青を交互に一本ずつタイとなるように設置しなければならない。また、鬼門の設置場所に必ずカラーペイントのマーキングを行い、全競技中は最後まで消えないようにすると定めている。鬼門の幅は4メートルから6メートルとしている。鬼門同士の間隔はターニングポールの配置を縦方向と横方向を組み合わせたコンビネーションした場合の 間隔は6メートルから13メートルとし、縦配置のターニングポールを必ず直線配置として隣接したターニングポール同士の間隔を0.75メートルから1メートルとしている。ディレイドゲートの場合はターニングポール間隔を12メートルから18メートルとしている。基本設置の例外として FIS レベルの競技会を行う場合のみにおいてシングルポールスラロームと呼ばれる。 アウトサイドポールを設置しない、基門設定を行う競技会が行われることがあり、この場合は FIS によるシングルポールスラローム競技の規則を適用の上で、アウトサイドポールを仮想とした上で、回転競技のすべてのルールを適用している。基門数、方向転換数が競技によって決められることがあり、方向転換数を次の計算式によって定めている。基門設定は、 斜面方向に対して直角に立てられるホリゾンタルゲート斜面方向に対して平行に立てられるディレイゲート減速を目的とした基門間隔が非常に狭いコンビネーションがありコンビネーションはホリゾンタルゲートとディレイゲートを交互に組み合わせたディレイゲートコンビネーションとディレイゲートを直線上に連続して配置したバーティカルコンビネーションがある これらの疑問が複雑なリズム変化や斜面変化の中に、アルペン、競技規則2018年7月版803、回転、コースセッティングでの定めによって立てられており、その上で設定されたコースの各ゲートを正確なターンテクニックで滑走して、タイムを競う。通常は別々の斜面に2本のコースを設け競技する。2本とも同じゲレンデを使うことができるが、 その場合は、斜面の幅が40メートル以上ある上で、基門設定を変えなければならない。通常は2回滑走し、その合計時間で順位が決定する。格好、スーパー大回転においては、両側の基門を結んで雪上にカラーペイントなどを施して、方向を示すことがあるが、回転、大回転にはない。しかし最近のオリンピック、パラリンピックにおいては、 基門の設置箇所にカラーペイントによるマーキングを施すのを基本として、ターニングポールの前後に長さ1メートルほどのラインが施されることがある。ただし回転でのルール上のコースアウトは、基門線と呼ばれる基門のターニングポールとアウトサイドポールをつないだ仮想上の直線上を両方のスキー先端及び足が通過しなかった時であるので、このカラーペイントラインはあくまでも踏み越すと、 コースアウトとなる目安である。鬼門不通貨となった場合、そのまま競技を続けてしまった場合は失格となるが、次の鬼門に至る前に、鬼門不通貨に気づいてた時は、不通貨となった、鬼門戦まで登り返して、再通過し、競技を続行することが認められている。ただし、それを行っても、両成績とならない場合が多いため、選手が登り返して、競技を続行するケースは少ない。 スキー板は従来2メートル近くの長さのものが使用されていたが、カービングスキーの登場によって一時は選手の身長以下に短くなったこともある。現在のスキーの長さはカテゴリー FIS 区分 U18 以上及び SAJ 区分シニアにおいて男子が165センチメートル以上、女子が155センチメートル以上、SAJAB 級。 ユース大会参加におけるカテゴリー FIS 区分 U14、U16 及びカテゴリー SAJ 区分 K1、K2 において性別を問わず 130cm 以上となっている。80年代半ば頃よりフレックスポールが使われるようになってから滑走技術が大きく変化し、逆手と呼ばれる体をポールの内側に大きく倒して、 ターン外側の手でポールを倒していく技術が一般化している。なお状況によって従来からの順手と呼ばれるスキーヤーのターン内側の手でポールを倒すこともある。この技術のために選手はストックのグリップにプロテクターをつける。ストックのグリップ部分のプロテクターはナックルガードとも呼ばれる。ストックは高速系競技の格好、スーパー大回転に使われるような 滑走者がクローチング姿勢を取りやすいようにシャフトが体型に合わせて屈曲しているのに対し回転ではクローチング姿勢を取ることがほぼないことや前述のフレックスポールを倒す技術においてストック自体がプロテクターとしての役割をするためにそのような加工はなくまっすぐなシャフトが使われる使用するヘルメットについては FIS で定められた規格のヘルメットが存在し SAJ でヘルメット着用を進めていることから、これまでにおいても大多数の選手がヘルメットを着用していたが、現在は FIS 主催の競技についてはすべて着用義務があり、SAJ 主催の競技については特別規定により着用は推奨となっている。ただし前述した安全面の認知、FIS や SAJ の主催を含めた各種競技会に参加するケース、 各種競技会での規則が FIS および SAJ のものに準じる場合などもあって FIS および SAJ 以外の主催競技会であってもヘルメットの着用率は高い。競技で使用するヘルメットにはチンガードが付属されているものがよく使われている。これは稀にではあるがフレックスポールを引く逆手や順手などのストックワークが追いつかない時に引き損ねたポールが顔面に向かってくることがあるので ヘルメットのチンガードによって顔面をポールから保護するという目的がある。コースの肝にフレックスポールが使われるようになると、回転の選手は滑走中のタイム短縮のためにかなりターニングポールに近づく傾向となり、ポールの体への衝突箇所も増えてきたため、現在は最初からフレックスポールに当たっていくことを前提に、腕、足、対照面部分など体の各所にプロテクターを、 使用するのが一般的である。なお、プロテクターの制限は特に設けられていない。日本には海、和俊博岡部哲也、木村君信、皆川健太郎、佐々木明、湯浅直樹の6人の世界最高峰の W 杯での第一シード選手がいる。また、冬季五輪でも1956年に伊賀谷千春が銀メダルを獲得し、 日本人として初の冬季五輪メダリストとなったほか、2006年に皆川健太郎が4位、湯浅直樹が7位に入賞している。ありがとうございます。